この可愛らしい少女の名前は吉村ひまりちゃん。今年で12歳の日本人天才バイオリニストです。彼女は2歳半の時にバイオリンに初めて触れ、3歳になるとオムライス、冷蔵庫という曲を即興で作り、4歳からコンクールに参加、5歳で参加した国際ジュニア音楽コンクールでその才能が広く認知され、6歳の時にはプロのオーケストラと初共演を果たしました。同年、彼女はレオニード高岩国際バイオリンコンクールで優勝し、7歳の時にはベルギーブリュッセルのブリュミオー国際バイオリンコンクールで最年少出場ながら1位を獲得。さらに彼女は9歳までに39のコンクールで1位を獲得しました。まさに天才ですね。両親ともに音楽家ということもあり、才能に恵まれた彼女は各賞の最年少優勝記録を更新し続けています。10歳の頃に名門として知られるアメリカのカーティス音楽院に最年少で合格しました。この映像は2019年11月25日に開催されたモスクワ・ミンツ・フレンズ第16回国際フェスティバルのグランドオープニング映像です。当時ひまりちゃんは8歳です。それではロシア人の大人のクロス奏者に混じって堂々とバイオリンソロを演奏する天才ひまりちゃんの圧巻の映像の一部を皆さんと一緒に見てみましょう。
ファンでしたね。大人たちに混じってこんなに堂々とバイオリンソロを演奏しているのが若干8歳の少女だとは思えません。ひまりちゃんのますますのご活躍を期待しています。今日はこの辺で。